の宮浅間神社は静岡県富士市にある神社全国にある浅間神社の一社富士山本宮浅間大社の元拙者富士山本宮浅間大社同様にこの花咲くや姫命を主催神としているが駿河期浅間神社の歴史などはこの花咲くや姫命のほか拝神として国の床たちの尊と大山積命を乗せている 旧社氏西織織氏の古記録によると、天武天皇の白宝四年に直詞である大江朝元がこの地を訪れ、祭祀を行ったことから始まるという。王子は一寸八分の米粒をご神体とした万民に米食の福伝を与え恵み賜う神として、米の宮を称し、大同年間八百六年から八百九年に噴火した富士山を沈めるため、 三例のこの花咲くや悲鳴命を誕生して、浅間神社になったという。また、江戸後期の、駿河国神風土記では、祭神を、駿河国神名町に列する生産位浅間第八、おこかみ、浅間第十八おこかみに否定しており、八と十八を合わせると、米になることから、米の宮と称されるようになったと記載されている。完成年間には、 13515坪と記録が残り、浅間大社接社の中でも広大な敷地であり、富士山本宮浅間大社、富士加宝五社に次ぐ規模だった。なお、当社のある地名、本市場は、昔境内で始まった、市から由来しているもので、地名からも当時の広さを伺うことができる。現在でも、市街地にありながら3594坪の広大な敷地を持ち、 境内には、本殿、拝殿、舞殿、社務所などからなる。また社殿東側に、福寿宮、天馬宮の合わせ殿が鎮座している。境内及び、隣接する米の宮公園には、主催人、この花咲くや姫命にちなみ多くの桜が植えられ、桜の名所としても有名である。夜桜見物も可能。ありがとうございます。